こんにちは、赤大好きともがお送りするまったりマインクラフト撮影日は12月6日23時54分です。それではここに、これリードついてんのかな。リードついてんだろうな。ついてくるってことは、あ、出てきた。この辺に拠点を築きたいと思います。仮拠点ね。いい、よかった。ちょっと深いね。ここ家にするの危険だ。やべ、消えちゃった。待てー、動物がいっぱいいるところは安全な場所がないね。ここにしよう、ここにしよう。ライトアップ。近くの木を刈り取ってこよう。いやいっぱい木があって助かる。あっちの方にいたね、狼たちも全員こっちに連れてこようと思う。方法は簡単だ。穴を掘って埋めとく。そのためにはまず家を作らなくちゃいけない、あのね、家作ってで夜になったら、ね、戦闘もしたいんでね、囲っとかないといけない。で、アーチャー、夜まで待つ必要あるか。これ洞窟の中潜っちゃえばいいんじゃないか。危険だな。ちょっとどういう現象が起きてるのかな、これ。何者かによって狼がやられた。上にここについてる。消えた。一体全体これは何が起きてるんだ。全くわからないよ。海の見えるお家、仮拠点。今までで最もこうハイクオリティな感じだね。気を使うとなるとね。はい、見えなくなったと。海が見えなくなると。埋めとくって言ったから死んだのかな。埋められるくらいならっつって。埋めるっつっても埋めるってそういう埋めるじゃないんだけど。ちゃんと埋め場開けとくつもりだったんだけど、何もそんな、そんなに、そんな嫌がらなくて。
松明がなくなってしまったと。よっと、行き場所を変えよう。あれ、
大丈夫か、足りる？足りなかったらちょっと焦るんだけどさ。よいしょ。そっとそっと、 OK、 これで焼けるでしょう。焼けないか、焼ききんないか。もう一個これ入れとくか。で、地図を確認。見えないと。地図は見えない。よいしょ。そこの水辺を利用してうまいこと畑を作ろうと思うよ。多少水でもいいからね、作っとかないとね。ですか、こんなくるくる早いな、お前の高速スピン。やばいな、バグってんのかな。たちが乗り降りした瞬間のこのダメージで畑が崩されないように。クリーパー分かれると嫌だからちょっと照らしておこうか。畑もね、分かれないようにちゃんと照らしておこう。周りはいいや、ちょっと湧いたところで。おやばくなったら家の中に駆け込むと。出しときたいか。そうなると砂利があるからさ、うまくその砂利を使っていけば矢が作れるから、ね、鳥小屋も作るか。こんぐらいでいいかな。ちゃんとサトウキビ畑も作ってるからね。何君らがそこでそういう風にやられないようにしてるんだ。こっちは通話一旦いいや。あ、でも一本もねえや。これ作っとくか。もうちょい作るか。で、ベッド移動しちゃったからねえよ。おはようございます。でね、まああんだけ間があればワイフに湧いてくれてるから危ないね。あとはそこに行って、ね、おねやら詰めるだけです。アーチャーもワディターさんだけどな。あれ、いなくなっちゃったな。とりあえずこの辺通りそうだなって思うところにちょっと松明を立てといて、この辺はまあ見えるから大丈夫か。もうちょい先の方に松明を立てておけばね、またここに来るときに楽だからね。土でタワー立てたから、タワー立てよう。
よいしょ。タワーを、ここの先端がいいね。ちょうどいい。かりんとうをここに立てる。もうちょい高い方がいいから。これならあの山っていうか丘らへんから見えるんじゃないかな。で、テラスと。OK。よっと。完璧。作業を続けていこう。家はできたから次は穴を開けて。鶏用の穴、牛用の穴。犬用の穴を作ろう。鶏は穴じゃない、羽の供給源。牛は食事。これにしよう。これちょっと。オッケー。作戦が成功している。今のところ順調だぞ。おい、なんだよ。なんだよ。さっきまで近くいたのに急に逃げるなよ。もう。おい、鉄の鶴橋じゃん、これ。なんで鉄のしか持ってないの。使っちゃったけど。おいで。君をそこに入れるかどうか後で考えよう。
なぜなら僕は卵を持っているからね。よいしょ、分かった、入れよう。これで入らず、頭にポンってつけるんだね。よいしょ、あ、出ちゃった。はい、ありがとう。入ってくれてありがとう。さあ、そしたらあとは犬用のこの辺に作ろうかね。まあ遠くても大変だもんね。犬用ホール。ここにはトリオホール。これを照らしとこう。言っても犬そんないないからさ、このぐらいでいいんじゃないかな。鶏となんか同じぐらいだ。さあ頑張っていこう。その前に緊急事態だ。肉がね少な、あー終わっちゃった。タイマーが終わっちゃった。もったいねえな。あれ、お前いたっけ。さて、オオカミくんが移動してるから、もしかしたら移動する習性があるからね。多分ね。え、マジで早くね、移動。毎日どんだけのスピードで移動してんの彼ら。嘘、そんな早いの。あ、出たり出なかったりする、もしかして。だから消えちゃったのかな、あの狼。リードに繋いでたけど、一定時間経つといなくなっちゃうのかな、もしかしたら。よいしょ。いや、可能性あるな。いないもんね、だって。ちょっと探してみようか。それを目的であそこに拠点作ったのに。まあ、馬もいるから、それでもいいかなと思うけど。拠点を築いてね。馬も多いから、そっからなんか高速を築くなり、トンネルを築くなりしてさ、でもいいんだけどさ。いや、いなくなっちゃったか。ハクパー。ハクパーめっちゃいる。馬はいなくならないだ。ローバーに、かぼちゃに、死にしまうのか。お、すげえ遠くに島が見える。白馬か、まあ、犬がいない分それを連れてってもいいんだけど、終わったな。犬消えちゃったか。いや、ショック。隠しきれないよ。船体を築き上げて、それで連れて行こうと思ったのにな。おっと、そういうことか。当初の目的を思い出せと。馬じゃないと。犬じゃない。ウサギだと。そういうことか。全員純白じゃねえか、これ。すげえな、これ。全員純白だ。いや、純白か、これ。もしかしたら足首の色が微妙に違うんじゃないか。違うんじゃない。
みんなソックスか、これもしかして。全員ソックス系じゃない、こ君。注意で。かわいそう。ああ。つまり泳ぎじゃ、泳ぎじゃ得意じゃないだろうに、そんな。くそ、犬消えたか。大移動するにしてもさ。いやー、そんな移動範囲あるのか、犬。固定の場所にはいないんだね。いやー、重いな、かくすんな。よいしょ。いやー、ショック。じゃあ、あの拠点いらないわ。ってなっちゃうよ。あ、だいぶ敵は良かったんだけどね。アーチャーが1、2、3体。よいしょ。凄まじい反射神経だ。ちゃんと当たるところまで行って移動してそれから撃つ。探しがメインだからね。カクン。よいしょ。ベッド置いといてあげるよ。その辺の羊買って作るわ。うん、それがいい。今度食う時には小麦も伸びてるだろうしね。多分
成長スピード止まってるかもしれないけど、もしかしたら虫多いな。ちょっと狩ろうか。よし、どうしようか。探しに来たんだけど、さすがにこの距離をさ、タンポポもそうだし、リードもそうだし、それで連れて帰るのってだいぶきついと思うんだ。いてて。以上、岡田です。友がお送りいたしました。あばね。